スターの前の方に引き続きごゆっくりとお進みください。カメラのチェックご協力お願いいたします。皆さん大変ながらお待たせいたしました。本日はバトルロワイヤル初日にお越しいただきまして本当にありがとうございます。それではこの作品を愛情を込めて作り上げられました監督並びに出演者の皆さん駆けつけてくださっておりますので、早速舞台からご挨拶をお願いしたいと思います。皆さんどうぞお入りください。お願いします。素晴らしい活躍をしてくださった出演、そしてこの作品はちょうど60本目の監督作品となりました。深作監督お越しいただきました。じゃあどうぞもう一度皆さんでお祝いの拍手をお願いします。おめでとうございます。では早速深作欣二監督からご挨拶をお願いいたします。深作でございます。この作品に取り掛かる前に、いい年をして何をやるんだというようないろいろ悪評も立ちましたし、またこのいろいろ妙竹林な騒ぎも起こりましたので、果たしてどうなることやらとちょっと心配でもありましたが、こうやって皆さん大勢様お見えくださいまして本当にありがとうございます。これで、ほっとしております。何も申すことはございません。どうもありがとうございました。ありがとうございます。公開前に舌戦バトルをいろいろなところで、ね、繰り広げてくださいました深作欣二監督でした。では続いて出演者の皆さんからご挨拶です。はじめに七原修也役を演じられました藤原竜也さんです。どうぞ。こんにちは、藤原竜也です。ですね、こんなに素晴らしい、作品に出会えたことを嬉しく思います。皆さんもですね、あと20回ぐらい、見てくれたら、いいと思いますので、バトルロワイヤル応援よろしくお願いします。ありがとうございました。勢力使い果たしたという感じですけどね、藤原さんでした。では続きまして中川紀子役を演じられました前田亜紀さんです。どうぞ。こんにちは。中川紀子役を演じました前田亜紀です。この作品にはすごくいろんなメッセージがたくさん込められていると思うので、それを皆さんそれぞれ感じてみていただけたらいいなと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。おとなしいけどとっても芯の強い少女を演じていただきました前田亜紀さんでした。では続きまして千草貴子役を演じられました栗山千明さんです。どうぞ。千草貴子役をやらせていただきました栗山千明です。今日はこんなにたくさんの方にお集まりいただき本当にありがとうございます。このバトルロワイヤルという作品は、見る方によっていろいろ見方によって感じ方や、考え方が違う作品だとは思いますが、見てそして命や、人間関係についてなど、考える機会を持っていただけたら嬉しいと思っています。今日は本当にありがとうございます。ありがとうございました。陸上部のエース俊足ランナーぶりを、ね、発揮していただきました栗山さんでした。では続きまして相馬光子役を演じられました柴崎幸さんです。どうぞ。相馬光子こと柴崎幸です。公開までだいぶ長かったなと思ってたんです。
クランクアップから公開までにすごく待たされた気がします。それほどすごく期待、自分も出たことだし期待してた作品でした。あと、深作監督に出会ってすごく映画って面白いんだな、映像ってすごい綺麗だなって改めて実感して、これからもっともっと映画が好きになってきそうです。特に邦画が、皆さん邦画もっと見てください。今日はありがとうございました。ありがとうございました。美しさの陰に恐るべき凶暴さを発揮された、大変な役柄でしたけどもね、ありがとうございました、柴崎さんでした。では続きまして桐山和夫役、中学生役を、ね、演じていただきました安藤正信さんです。どうぞ。桐山役をやりました、安藤です。今日は本当に深作さんの作品でこうやって舞台挨拶が自分ができるということがすごい幸せだし、今日は本当に気持ちいいです、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと20代で中学生役をやったのは照れたかなっていう感じが、ね、あったみたいなんですけどもね、見事に演じきっていただきました安藤さんでした。ありがとうございました。さて今日もう一人本当は来ていただきたかった方がいらっしゃいます。冷酷な教師役を演じられましたビートたけしさんなんですが、残念ながらちょっとお仕事でご都合がつきませんでしたので、代わりにメッセージを寄せてくださいましたので、ここでご紹介したいと思います。皆さん今日はどうもありがとうございました。バトルロワイヤルで銭形平次役をやっているビートたけしです。この作品は深作監督が力を込めて、かなりのスタッフが倒れたり役者がみんな死にかけたりという見事な演出で作り上げたもので、 R 指定だなんだとか言っておりますが、この映画を見ればどういう作品かよくわかるし、日本の映倫もこんなバカなことをしたのが恥ずかしくなるような作品だと思っておりますので、ぜひとも見た方、これから見る方も見終わった後作品をじっくり頭の中で蘇らせていただいて、この作品が素晴らしいということを確認してください。私は今ちょっと南極に行っており、顔が出せないのですが、また皆さんの前で挨拶できる機会があれば伺いたいと思っています。本日はどうもありがとうございましたというご挨拶をいただきました。ビートたけしさんでした。ひょうひょうとした声をちょっとね、皆さんに聞いていただけなくて残念だったんですが、さてお並びいただいた皆さんに今日はこの劇場だけですね、もう一チームでという言い方も変なんですが、白岩中学校の生徒の皆さん、代表の方々7名が制服姿で駆けつけてくださってますので、ご紹介します。どうぞお願いします。今画面の中でねご覧いただいたばかりなので、もう記憶も新しいところですが、三村真嗣役の塚本隆さん、杉村博樹役の高岡壮介さん、宇都宮幸恵役の石川恵里さん、野田さとみ役の神谷沙耶香さん、谷沢春香役の石井さとみさん、中川由香役の花村さとみさん、榊優子役の日向瞳さん、以上7名の皆さんにねお越しいただきました。それでは皆さんからも一言ずつご挨拶をいただきたいと思いますので、あ、監督が早速マイクを、はい、回してくださいます。じゃ あ大丈夫ですよ。じゃ一番、はい、あちらの、じゃあ高岡さんからお願いします。はい、杉村博樹役をやらせていただきました高岡壮介です。ちょっと緊張してるんですけど、事務所の人には、お客さんの顔がジャガイモに見えれば緊張しないよって言われたんですけど、全然ジャガイモに見えません。ですね、今回深作監督の作品に参加させていただきまして、とても勉強することが多く、熱心に指導していただいて、ここまでできました。一度じゃなく何度も劇場に足を運んでください。そうですね、友達の大切さとかも見るたびにどんどん分かってくると思うんで、今日はありがとうございます。じゃあ順にお隣の方お願いします。宇都宮幸恵役をやりました石川恵里です。こういう少年犯罪が続いている中で、こういう現代にはどんどん立ち向かっていかなきゃいけないとも思っているし、皆さんがバトルロワイヤルを見て生きる喜びというのを感じていただけたらとても嬉しいなと思いました。今日はどうもありがとうございました。野田さとみ役をやりました神谷沙耶香です。この映画はいろんな意見が、今出てると思うんですけど、今日見ていただいた方も一人一人感じたことが違うかと思います。
私たちはただのそういう殺し合いとかそういうのを描いたつもりはないんですけど、そういうところをちゃんと見ていただいて、やっぱり何回も劇場に足を運んでくれたらすごく嬉しいです。ありがとうございました。谷沢遥役の石井さとみです。この作品はいろいろと考えさせられるものがあったと思うんですよ。で、全国の人たちに、いろんな人たちにこの作品を見てもらいたいなって思っています。ありがとうございました。大量の血を吐いた中川由加役の花村さとみです。一番初めに死んでしまったんですけれども、やっぱり友達同士で疑ってしまって殺し合いということになってしまいましたけれども、そこは一番大事だと思います。自分でももう一度劇場に足を運んでみたいと思います。今日はありがとうございました。毒を持っちゃった榊優子役の日向瞳です。この映画には友情とかそういう深いいろんなものが詰まってると思うので、何回もこの映画を見ていろいろと皆さん考えてもらえると嬉しいです。ありがとうございます。じゃあ最後に、三村新司役をやらせていただきました塚本隆史です。僕はこの映画が初めてだったんですけど、素晴らしい監督と素晴らしいキャストの皆さんに出会えて、僕は今世紀最後の素晴らしい経験になったと思います。今日は皆様朝早くからどうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。皆さん立派なご挨拶を、ね、していただきまして、監督からもきっと一発 OK という、ね、サインが出るのではないかと思いますが、はい、ご苦労様でした。では、お揃いいただきました皆様ご一緒に写真撮影を行いたいと思いますので、じゃあ準備をしていただけますか。はい、こちらの方お願いします。こちらお願いします。はい、質問になります。はい、それで今一度監督にまとめの意味もありましてご挨拶をいただきたいと思いますので、じゃあ生徒の皆さんあちらで横一列に並んでいただけますか。はい、今までアクションというものを全然やったことがないという俳優さんすごく多かったわけですけれども、皆さんご覧いただいた通り本当に一生懸命この見事な芝居を展開してくれて、監督としては本当に嬉しく思っております。せっかくあれだけ、半年かかりましたかね、鍛え上げたわけですから、またこの機会があればぜひこのアクション映画をご一緒したいというふうに考えております。その説はよろしくどうぞお願いいたします。どうもありがとうございました。ぜひ次回作にも期待して皆さんをお送りしたいと思います。どうもありがとうございました。おめでとうございます。